ーナリストの江川翔子氏が25日までに自身のツイッターを更新。すでに配布が始まっているアベノマスクの受注先について3社の名前が公表されたが、残り1社について公表されていないことに疑問を呈した。写真と表で比較、アベノマスクとアサヒのマスクの違い。江川氏は、マスクの受注4社目の公表に応じなかったニュースを引用リツイートし、なぜなんだろう。何を守ろうとして隠すんだろう、とツイートした。